コロナ感染者、ワクチン接種済みなら 0.001% 未満、はあ、米 CDC と。さすがワクチンです。すごいですね、はい、米国内で新型コロナウイルスワクチンの接種を完了した人のうち新型ウイルスに感染して死亡した例は 0.001% 未満、うん、重症化した例も 0.004% 未満にとどまっていることが CDC の最新データで明らかになったと、はい、CDC によるとワクチンを接種したにもかかわらず陽性反応が出るブレイクスルー感染の症例は、うん、7月26日までに6587件報告された。このうち入院した患者は6239人、死者は1263人だった、はい、米国内では同日までに1億6300万人がワクチン接種を済ませていたと、はい、ブレイクスルー感染の約 74% は65歳以上のグループで起きていたと。やっぱりまだ高齢者の方がリスクは高いんだなというのはまああるんですけども、はい、ただそれにしたってワクチンすごいなと、はい、うん、そうですね、いうのはありますよね。圧倒的ですね、うん、なんか医者でもワクチン効かないって言ってる人いるっていうのも言いますね。恐ろしいよね。なんかあのそういう意味では僕ちょっと今週すごいものを見つけたんですけど、はい、なんかそういうちょっと怪しいお医者さんと一緒にこの保守界隈で活動されてる言論人の方が一緒に集会やって、はい、あの若者にワクチン打たすなっていう、まあ、子供にワクチン打たすなっていう集会には出てましたね、はい、すごい集会をやってて、はい、びっくりしました。そうです、ね、であれ、うん、もうやっぱみんな誰もマスクしてないし、そう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 、であの後になんかデモ行進やったらしいんですよ、うん、はいはいはい、まあ、そのなんか前に登壇してる人は参加してないのかもしれないですけど、うん、なんかそういう人たちがこう出ててちょっとびっくりしましたね、うん、はい、はい、もちろん子供は僕は打たなくてもいいと思いますけど、うん、あの子供はね、はい、ですけどあの集会ってで香ばしい感じの人たちがいっぱい集まってましたよね。いやあれびっくりしました。いやだってこのデータね、うん、あの CDC とはいえ、うん、あのいろいろ失敗もしてきたね、はい、CDC とはいえ今のところ多分これこの数字合ってると思うんですよ、うん、コロナに感染してもワクチン打ってたら死にませんよってことじゃないですか、うん、これ本当にそうですね、はい、だからこういう科学的データをもとに、うん、行動した方がやっぱいいなっていうふうに思いますし、うん、そうですね、てか僕はねその接種券配るって意味が分かんないんですよ。ほう、そもそもだって、職域接種は接種券いりませんっていうことなんです、まあ、そうですね、普通に言ってましたよね。そう、なぜかというと、うん、まあ早く8割ぐらいの人にワクチン希望するほとんどの人にワクチンを打ちたいけど、うん、打ちたくないという人に対しては打たなくていいということなわけですよ、うん、だから接種券はその時点でいらないじゃない、うん、あのカウントしたいというふうに言っても、はい、もうワクチン打った数でカウントするわけだし、だからその接種券が来てないからまだ申し込めないっていう人もいるし、うん、で自衛隊のとことかも進まないし、そのあと政府はあのワクチンを配りまくってるから、うん、あの病院とかにもあるわけですよ、かかりつけ医、はい、そこではワクチン余ってるんですよ。あのでもそのワクチン余ってるけど接種券が来ないから病院行っても接種券出せないから打てないって、うん、だから接種券なしにすればもっと早くスピード上がるのに打ちたいやつがもうどんどん打っていくっていう、そう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 、だから65歳以上はもう先にやっちゃったから、うん、そう、まあ、もう接種券も来てるだろうし、そうそうそう、まあ、あと普通の人はもう、うん、もう予約なしで普通に打っちゃえっていう、はい、そう、まあ、2回目だけ決めなきゃいけないですけど、そうそう、だから自治体にいろいろ手間もかけさせてるし、うん、なんかその管理コスト、うん、バカじゃねえのと、そうですね、そう早く打たせればいいだけなのに、うん、なんか本当にこういうその官僚が自分たちの利権のために国民を管理したいっていうのも打たなくて打ちたくないって人がいるのに、うん、なんで全員に配るんだって、うん、意味が分かんないなというふうに僕は思ってて、いやそれこそもう予約なしで、はい、うん、まあ、若い世代も受けやすいように、うん、それこそなんかもう象徴的な場所として、はい、もう歌舞伎町とかに一つ設置できないんですかね、そう、うん、そうそうそう、なんか場所を借り切って、はい、そうそうそう、そういうとこだったら、うん、まあ、あの辺のお店いっぱいあるじゃないですか、はい、だからもう優先的に打ってもらって、はい、うん、アピールしていくっていうのも大事なんじゃないかなという気がします。そうそうそう、でこの公平性を気にしすぎてて、うん、天皇陛下だって1回しかまだワクチン打ってないよね、はい、ちょっと遅かったですよね。そうで宮内庁は皇族とはいえみんなと一緒にするとか言ってて、うん、いやみんなより遅れてるだろうと、うん、年齢的に、でしかも陛下はいろんな国の人と会ったりとかする仕事じゃない、はい、うん、真っ先に
優先しなきゃいけないのに、うん、もうこの辺ももう悪平等の、うん、その、まあ、共産主義的というかね、もう本当歪んでるなと思って、うん、すごく嫌なんですよね、僕は。そうですね、はい、なんか優先していいじゃんっていう、 そこまで平等、そう、いや本当にあの政治家とか医療現場の人間も打つし、うん、政治家も打つし、その皇族とかもね、うん、いろんな人が来たら会わなきゃいけないわけですから、うん、そういった時にね、それをやらないといけないんですし、あとは地域ですよね。そう、だから地域も東京中心にまずワクチンを回すとか、うん、まあ、大阪とか、はい、それなんか主要都市に今やっぱ問題視されてるじゃないですか、うん、東京が多いぞとかってやってるわけですから、うん、でその東京にいる人って結構その地方に出張とかしたりするから、うん、はい、まずその東京の人に打ってもらうとか、うん、いうことでも良かったのかなと。そうそうそう、うん、そこ重点的に、そうそう、そのワクチンを配備して東京だけ最初やればよかったの、うん、オリンピックやるから東京に住んでる人とりあえずやらなきゃいけないですというふうに本来はやらなきゃいけないはずだったし、うん、なんかもうなんかね、その悪平等というか、うん、なんかその優先順位のわからないやつっていうのは本当はバカだからね正直言って多分官僚はバカだと思うよ。そういや日本やっぱ極端なんですね。そう極端な平等主義というか、うん、そうがまかり通ってしまって、はい、こういう危機管理で考えなきゃいけないときにそれを持ち出して余計混乱するっていう、うん、でですね、うん、今週我々、うん、ついにワクチン2回目を打ちまして、そうですね、はい、まあ、僕もそうだし和田さんも一緒だし、はい、で、まあ、常念さんも来てましたね。そうですね、はい、はい、まあ、奥山さんも打ったし、はいはい、でスタッフも受けたし、そう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 、なかなかはい、オンザボード強気の姿勢ですよね。強気ですよ。大体の2回目打ったら、はい、翌日辛いとかってあるじゃないですか、はいはい、全員受けてますからね。そう、全員受けてますもう関係なく、はい、もう全員打てるときに打っちゃえっていう、はいはい、もうことで、誰かが、はい、倒れても、うん、代わりに誰か来て、はい、割と元気な人が来てっていうつもりでいましたけれども総力戦で、はい、総力戦で、はいはい、で、まあ、なんとか、はい、まあ、もうほぼ1週間経ったんで、うん、我々はもう回復してるんですけど、さすがにきつかったですね。きつかったね。熱も出るし、僕はちょっと今日まで偏頭痛ありましたよ。あ、本当ですか。まあ、それはね、月曜日に、うん、中田さんの放送終わった後に酒飲んだ、あ、ちょっと飲みすぎて、はい、まだ多分肝臓がね、多分ね、はい、ワクチンを、いや、ちょっと待ってください、それワクチンじゃなくて酒のせいですよワクチン関係ない、ワクチンで肝臓がいっぱいいっぱいのところに酒が入ってきたから、はい、なんじゃないかなと思うんだけどもいや、ワクチン関係ないような気がします。いや、頭痛がちょっと偏頭痛がしてですね、はい、はい、まあ、なんとか回復して、はいはい、よかったなということなんですけど、はい、うん、本当になんか1日つらかったんですが、はい、うん、僕はもう2日目にはかなり回復したので、うん、あ、みたいですね、はい、もうダラダラしてましたよ、うん、土日は本当に。そうですね、はい、まあ、これで2週間、うん、来週ぐらいには完璧な状態で、うん、はい、はい、そうですね、なるんじゃないかなと思いますけれども、はい、もう10日後ぐらいにはね、うん、もう抗体がめちゃくちゃできてるという状況になりますね。はい、はい、まあ、ぜひ打てる方は打ってほしいなと、はいはい、思いますね。ドライハード25443、風さん、和さん、こんばんは。お二人のおかげでスパチャ童貞をただいま卒業しました今大学を四流中なのです。四流って言ったらもうギリギリじゃんギリギリじゃないか、すごいな。あ、でも四流ってギリギリか。8年しかいないでしょ。はい、あさって2回目のワクチンを大学で打ちますと。お、あれ、大学で今ワクチン職域接種ができてる、はい、ん、あ、同期は社会人なので職域接種が打てるでないの、嘆いていました。留年してることと思いました面白いね。 そこで留年の喜びを感じてます、はい、そうタワーホームに就職できないので Google でも就職しようと思います。あ、いいじゃないですか、はい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 、8年いるっていうのはね、なんか、まあ、なんかいろんなこう、はい、経験を積むためにこう留年していたとか、はいはい、うん、まあ、なんかいろんな事情があるんでしょうけど。そうですね、はい、モラトリアムを楽しむっていうのは非常にいいことだと思いますよ、うん、はい、ネズミランドのピカチュウさん、公園でご老人とゲートボールをしているカズヤさんを見ました。強烈なバックスピンをかけることでその話を作ったりなんだそれ対戦相手に毒斬りをするなど豊富な技で相手を圧倒していました。まさに格の違いを見せつけていました。しかし突然カズヤさんが服を脱ぎ全裸になったため無念の反則負けゲートボールにこんなゲートボールに毒斬り攻撃はないですね。プロレスですら今、はい、ちょっとこのコロナ禍ではばかられる、コロナ禍ではばかられるね、はい、今度の試合も期待してますと。なるほど、そういうこともね、今度の試合で何を見に行ってるんですか強烈なバックスピンってゲートボールで